中です。男子優勝は小林陵侑選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ち聞かせてください。嬉しいですまず1本目トップに立った1本目振り返っていかがでしょうか。あの条件もあのすごく良かったので、あのビッグジャンプを見せれて良かったかなと思います。師匠の葛西選手もビッグジャンプを見せている中でしたけれども、どのように感じていましたか。いや、ちょうど真横で見てたので、もうすごくスムーズな飛び出ししてて気持ちよかったですね。そして2本目しっかりとそのままトップ優勝ということになりました。2本目のジャンプを振り返っていかがでしょうか。あのビッグジャンプを見せようと思って飛んだので、あの盛り上がってくれたら、楽しんでくれたら嬉しいです。そのビッグジャンプを見て大盛り上がりの会場、歓声は感じていましたか。あのすごく温かく感じてました。そして世界に向けての戦いもこれから始まっていきますけれども、今シーズンの目標もぜひ聞かせてください。そうですね、あの今シーズンもワールドカップ1勝を目指して、この札幌のワールドカップでもあの優勝を目指したいと思いますので、ぜひ応援来てください。さあ、そしてここまで昨年までは4勝だった、4勝が最多となっていた UHB ハイジャンプだったんですけれども、ここで単独トップの5勝目小林陵侑選手が歴史をまた作りました。大倉山でのジャンプいかがでしょうか。あの嬉しいです。あの数えてなかったんですけど、あのいつの間にか5勝、いつも応援ありがとうございますぜひ会場の皆さんにメッセージお願いします。はい、札幌をジャンプ、これからも盛り上がると思いますので、ぜひ応援に来てください。ありがとうございました。優勝は小林陵侑選手でした。